なんですが、まあ、この辺が鈴木選手、そしてタイトルホルダーである佐々木選手のね、人気の歩道を示しているのではないかなと思います。さあ、いよいよ今日の S 級決勝のメンバーが揃いました。荒金選手、ずいぶん気合いの入った表情してましたね。まあ、この9選手を見ていますと、最近記念権利を取ったメンバー、佐々木明彦選手、東澤健二選手、そして三宅勝彦選手、またね、鈴木誠選手、そしてまた乗れている、まあ、世界戦帰りがちょっと不安ではありますが、有坂直樹選手、そして今回大変好調のところを見せて記念競輪の決勝レース初進出を示しました木部孝義選手、このあたりも非常に面白いところではないでしょうか。まあ、ご覧のようなメンバーで行われます。開設44周年記念千葉競輪前節 S 級の決勝レースです。まあ、鈴木選手が大変な人気を集める、これはもう地元のスター選手ですからしょうがないところだと思います。その鈴木選手、勝つにしても一体どんな展開を見せるのか、どんなレースを見せて勝つのか、その辺まで問われているような、名選手となってまいりました。朝から降っておりました雨なんですが、先ほど10レースの頃ちょっと上がったんですが、やはりまた大きく降ってきてしまったようです。場内のファンからだいぶ鈴木選手に対する声援が飛んでいるようです。地元で記念制覇できるんでしょうか。あるいは有坂選手、2年前の、再来ということで、またね、鈴木選手に一泡を吹かせるのか。それではこの辺で S 級決勝レース、実況でお楽しみください。さて、開設44周年記念の千葉競輪、前節は雨の決勝戦となりましたが、特選から6名、選抜から3名、順当に勝ち上がってきましたベストメンバー9名、ご紹介いたします。1番千葉、鈴木誠、2番は佐賀、佐々木明彦、3番に神奈川、東沢健二、4番同じく神奈川で荒金義雄、5番は岡山から三宅勝彦、6番に愛媛、菊池仁、7番は秋田、有坂直樹、8番静岡、木部孝義、そして9番が北海道から堂田昌司。以上がベストメンバー9名であります。まもなく発走いたします。構えての号令がかかりました。前傾姿勢を取ります9名。さて、号砲、第11レース S 級の決勝戦であります。ゆっくり発走台から離れます9名。外寄りからは8番の木部、7番の有坂、インコースからは1番の地元鈴木誠であります。初回の1コーナーから1センター、まず8番の木部孝義が先頭に立ちまして、この声に1番の鈴木誠、そして7番の三宅勝彦の外から3番の東沢健二、東沢の声には同県4番の荒金義雄、7番の三宅の声には9番の堂田昌司であります。外上昇は5番の三宅勝彦、そして2番の佐々木明彦、さらには6番の菊池仁であります。遠征の3者、2センターを回りまして4コーナー、ホームストレッチと帰ってまいります。まだ1列棒状には落ち着いておりません。4コーナーからホームストレッチ、誘導員の後ろ8番の木部が入り正候補、逃げまくりと果敢に初日から攻めております8番の木部、木部の声に2番の佐々木明彦が入りました。佐々木の声には5番の三宅勝彦、昨日の準決勝は追い込みで1勝を挙げております。まくり追い込みが得意の5番の三宅勝彦が3番、この声に6番の菊池仁が習いました。マッチ団5番手に地元1番の鈴木誠、初日7番手からスピードに乗ったまくり追い込みを見せ2着に絡み、昨日は先行押し切りを収め、地元記念2連覇に向けて好気合であります。1番の鈴木の声には南関東を主張しまして、3番の東沢健二、この声には同県4番の荒金義雄、4コーナーからホームストレッチ帰ってまいりまして、赤羽を見張る位置までやってまいりました。早くも5番手より動き出した1番の鈴木誠であります。ここは8番の木部がどう受けますか。1番3番4番の南関東の3者に7番の有坂、9番の堂田が続きます。さて、8番の木部が引かされました。打賞の周回1センターを回りまして2コーナーに差し掛かります。さて、8番の木部がどの位置で抜けますか。6番手まで引きました。誘導員の後ろ1番の鈴木誠が正候補、この声には3番の東沢、4番の荒金であります。そして4番手に7番の有坂、有坂の声には9番の堂田が初回からマークを取りまして、打賞の3コーナーから2センター、徐々にピッチが上がっていきます。
さて6番手より上がってきますが、8番のキュベで打賞の4コーナーからホームストレッチ帰ってまいります。話に出た8番のキュベに合わせて7番の有坂も上昇。さて最終回の1コーナーに入りまして、8番のキュベが主導権取りました。そしてこの後ろには2番の鈴木がマークを取りまして、5番の三宅であります。この後ろには6番の菊池、そして1番の鈴木誠が5番手、ここからの巻き返しになります。バックセンターを切りました。さて巻き手出ました。1番の鈴木誠、誠一方には3番の東山がマークを取ります。さて2番の佐々木が1番の鈴木を牽制した。しかし大津がる1番の鈴木、これに合わせた5番の三宅で4コーナーからホームストレッチは、1番の鈴木誠が外から追い込んできたのは3番の東山で接戦。1番の鈴木が勝ったが、さあゴールしまして、あどうやら鈴木選手が両手を上げているようですね。しかし審判の正式決定ではございませんので、どうぞお手元の投票券につきましてはそのまま大切にお持ちください。いやでも木田さん、やはり鈴木選手さすがのレースですね。力見せましたね、はい、嬉しいでしょ。やっぱりね、地元で勝つって一番いいですよ、はい、特に今日はね、もう誰も使わずに自力ですからね。まあ、あの5番にちょっとあれされたらヒヤッとしたんですけど、まあまあ、三宅選手優勝かと思ったんですけど ね、まあ、ここはもう力ですね。ただ2着が難しいですよこれ、はい、さ3番か4番、3番4番ちょっとこの辺が分かりません ね、手前の2人が、はい、はい、さ審判の正式決定はございますまでお手元の投票券そのまま大切にお待ちください。あー優勝しました鈴木選手。あやだー、あー嬉しそうに投げたんですが、お客さんなんでやだとおっしゃったんでしょうかね。どう場内のお客さんやだって叫んだのが大きく入ったんですけどなんで叫んだのかよく分かりませんが、はい、ヘルメット投げたんですが、ちょっと鈴木選手のヘルメット投げ方があまり上手じゃなかったと見えてバンクの中に戻ってしまったんですが、あのヘルメットの行方がちょっと気になるところですね。まあね、せっかく優勝者が北さん喜んで投げたヘルメットですからね、お客さんも受け取りたいですね。そうですね。さあそれでは確定の方ご覧いただきましょう。1着1番、2着4番、3着3番。さあどうやら2着は4番荒金選手だったようですね。1-4です。第21年度の払い戻し金額をお知らせいたします。前哨式1番4番1170円、単勝式。さあそれでは放送席で改めて確定の方をご案内しましょう。はい、最終11レース S 級決勝戦の確定です。1着1番鈴木選手の話を伺います。おめでとうございます。どうもありがとうございました。まだまだ地元での優勝となりましたね。そうですね、本当のホームバンクなんで絶対優勝したかったです。気合ぶり違いますか？そうですね、はい。今回の体調はいかがでしたでしょうか？前回ちょっと落車で体調不十分だったんですけど、まあ自分なりにうまく調整できたと思います。雨の中での影響はありましたか？全く気にしてなかったです。さてレースの方なんですが、レース前はどのように読んでいらっしゃいましたか？そうですね、木部君とね連携したかったんですけど、もうお互い似たようなタイプなんで、もう力で頑張ろうと思いました。そして最終5番手という位置でしたが。そうですね、木部君がかければ5番手って分かってたんで、もうあとまくれるかまくれないかの勝負だと思ってたんで。直線の感じはいかがでしたでしょうか？よかったです。今日は地元で嬉しい美酒が味わえますね。そうですね、はい。見事人気に応えての優勝となりました。ではファンの方に一言お願いいたします。これからも頑張りますので応援よろしくお願いします。おめでとうございました。見事優勝いたしました鈴木誠選手にお話を伺いました。以上です。はい、ちょっと強い雨が降ってきたんですがね、雨をもろともせずに近藤さん元気にインタビューをしてください。